はいと、はい、皆さんね、おはようございます、こんにちは、こんばんは、丸中盆栽です。はい、今回はね、このミニ盆栽たちはね、お手入れしていきますよん、よろしくお願いしますね。はいと、はい、まず最初はね、これこのまた草ぼうぼうですけど、これは姫ライラックですね。確か通販でってか、川口盆栽村さんから送ってもらったやつだと思ったけどね、去年ぐらいにまあこんな感じに草ぼうぼうと苔ぼうぼうになってますよ。はい、じゃあね、苔を除去して、はい、アングルを変えまして、ヒメライラックちゃんをこうやっていきますよ。まずはね、固定用の針金を取って、これ足りんかったもんでね、途中で継ぎ足ししてやるんだけど、はい、これをね、取っていきますよ、ね、まずこの固定用の針金もそうだけど、この巻いてある針金も取りたいんだけど、よいしょ、これもリサイクルしたね、針金だもんで、いろんなとこでこのクタクタになっとったり、この硬かったりして、はい、そんなわけで針金を取って、この固定用の針金ね、こいつを取りたいんだけどね、取れましたよと。じゃあね、この鉢底ネットを回収しつつ、根をね、さばいていきますよ。上の方はやっぱりちょっと黒いね。はい、こんな感じでね、まあガシ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 やっとるようで、まあ意外とね、優しくやっとるかな、やっとるかな。はい、そういった感じでね、ほぐしていって、このヒコバエがね、根元の方に生えとるでしょう。これをなんとかね、この上手に取れんかなと思って、そしたらまた一本増えるもんで、ね、そんなせこいことを考えながらね、やってますけど、お、取れたね、これ根っこがついてるね。お、もう一本あるね、この根元のね、このつながってる根を取って、これ取れんな、これちょっとここのところで切って、あ、ちょこっとでも根がついてるよね、いいね、よし、これで子供が2本増えたでしょ、姫ライラックちゃんの。よし、これでね、この噂のサンドイッチ工法噂のサンドイッチ工法でね、はい、この根鉢をね、まず作って、朝ひもちゃんね、朝ひももね、これ6本で酔ってやったやつをバラバラにして、ほんで1本にして巻き直したりですね、ちょっと折れとらんから確認して、このね、2号の中部かじゃないわ、深鉢に入れていきますよ。で、針金をこんな感じで Z に曲げて、両端を起こしてね、これに鉢底ネットを通して、これ深鉢だもんね、ピンセットで挟んで、裏でクイッてやっておきますよわかるかな。はい、じゃあね、この基本用土を入れて、こう高上粘りを作ったもんね、はい、こんな感じで粘りを出して高植えしておきますね。このままだとね、コロンと倒れちゃうもんで、やっぱりこれね、固定下から通して、出てきたやつをね、こうキュッと曲げて、これを粘りにキュッと刺してね、引っ掛けて、それで後ろで曲げて固定しますよね。ともう一本ね、両端をやっとくと、あれだね、確実に固定できるからね。はい、下から通して先を曲げて根鉢に引っ掛けると、
で下から引っ張って曲げておくとね、はい、こんな感じですよと。そしてこれね、赤玉のサイリュウちゃんをこのくるーっとあの振りかけてもらいましょう。フリフリして、よし、これいつものねベニカ X ガードを、殺虫殺菌剤ね、こいつをちょっとパラパラってやってね巻いておきます。はい、じゃあね、台をきれいにしてこんな感じね。そしてこのね肥料ケースに IB 化成肥料をね入れておしまいですよねと。はい、次はこれですね。これはあのあれだね、庭の柚子の種をまいた柚子ね、これも苔を取って、まあちょっとねやっぱりこう柑橘類あんまり調子よくないよね、うちの棚はね。金図とかもあんまりがれてっちゃうもんで、ね、やっぱり何かが違うんだろうね、水が合わんのかね、病気なのか日当たりなのか、あと暑さ寒さなのかね、ちょっと分かりませんけどね。葉っぱもなんかねやっぱちょっと黄色いでしょ、これまあ10月ぐらいだもんね、これも。はい、こんな感じで針金をとりあえず外してね、このトゲが刺さるもんでトゲを切って、でこの針金をね、よし、こう2本巻いておきますよ。頭のところをね巻いて、そしてこの残ったやつでこのね差し枝の方をクリクリっとね、まあ適当に巻いときゃいいでね。はい、まだまだねこんな苗だもんね、適当が大事ですよ。よし、こんな感じでここをギュッと曲げて、でちょっとねこうひねっときますよ。でここもまあちょっとねいい感じに曲げれるかな、なかなかねこう曲がらんもんで、まあこのぐらいでいいでしょうこのぐらいでこんな感じでね、あんまりちょっとかっこよくないけど、よし、これで完備したろうかなって感じですよ。はい、じゃあね殺菌消毒をして肥料を一粒ケチって一粒ピンで留めておきますね。はい、柚子でした。はい、これもね一緒だね、あ違うわ、これはあれだね、斑入りのあの真先ってやつ、これもあの多分ね上手にやれば実がなると思うんだけどね、これまさきってね。はい、これは実がなったことないですよね、こう斑入りのこれ榊って書いてあるけど、まさきの間違いだね多分ね。はい、じゃあね雑草と苔を除去してこの粘りのところをねきれいにね掃除して、それで固定用の針金がどこで刺さってるかちょっとね確認しながら、この上の上根をさばいていきますよ。よし、鉢底ネットとこの固定用の針金をねギュッとどっかに引っかかってるね、これか。はい抜けました。ほいじゃあね、これもちょっと根をさばいたもんで、ね、ちょっとねこの根元をね掃除して、それからこのね麻ひも
チャンドンゴンで、チャンドンゴンでこうね、ギュッとこう、根を押さえて、もうはみげしんようにね、ちょっとこれまとめておきますよ。ね。はい、こんな感じで、根巻きを作って、それをね、この 2.5 号の、主音鉢にね、入れてきますね。はい、サイリュウちゃんもちょこっと入れて、よし、これに、押し込んでいくよ。押し込んでね。はい、下から入れて、こいつもね、一緒だよ。引っ掛けて、引っ張ると。はい、もう一本。もう一回、この残りで、下から入れて、で、出てきたやつを、曲げて粘りに引っ掛けるとね、はい、こんな感じで固定していますよ。ね、これはもうどんどん増えるでね、この挿し木でどんどん増えるもんで、これは結構ね面白いっていうかね、意外とあのお気に入りの樹種だけどね。はい、じゃあね、この細流、赤玉の細流をね、ちょっとした隙間にね、こう突っ込んでいって、そしてちょっと消毒を乗せておきますよ。これ効果はね、1ヶ月ぐらいあるんで、ね、殺虫殺菌剤ね。液体のタイプもあるんでね。よしと。はい、今回もね、最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録して、また会いましょう。バイビー。